今日は銭湯というチャンネルの塚田さんに来ていただいております。はいはい、今日はコラボありがとうございます。ありがとうございます。銭湯香水お化けの塚田と申します。銭湯香水お化け、はい、難しい。奈良県には関係ないんですか？奈良県には関係ないです。銭湯とはちょっと違うよね。そこは関係ないんです。そうですね、まあ、一応銭湯っていうのが英語かなんかであの香りっていう意味なんですよ。へー。チャンネルとしてはもう香水専門、基本的に香り専門ですね。香りのチャンネルをやってらっしゃる。はい、なんで香りの専門のチャンネルをやってるんですか？僕自身が以前香水販売員っていうのをやっていて、でその経験をもとに香りって今日本ではそこまでメジャーではないというか、うんうん、海外に比べると動画、うん、YouTube、オンラインを通して伝えられたらなっていうのでやってます。なるほど、はい、だから香水販売員っていうのをやってたんや。はい、そうです。プロっていらっしゃる。結構わかってるってことだよね。いやでもねうちの中庭がめっちゃ香水マニアで、もうなんか10万とかする香水とかコレクションして、ほんで今香水60個ぐらいあるんね。そう、アホやねん。とにかくちょっと待って、アホじゃない、スミだわ。香水お化けかもしれへんけど、はい、こっちはもう香水化け物化け物妖怪みたいな。あのさ、結構ひどいな、化け物。だからアレちゃんはずっとうちのチャンネルでもなんか香水について動画撮りたいって言ってたけど、ちょっと私がね、乗り気じゃないという、わからない、興味があんまりね、なくて、はい、そう目の前にして言うのもすごい大変失礼なことなんだけど、だから今日はもうアレちゃん思い切りなんかぶつけちゃいな。なんで好きなアレちゃん？ 5、6 歳の時にそのお母さんとあまり会えない時期があって、その仕事で、うん、はい、でたまに会える時にこうハグした時のなんか香りがすごい印象深くなんか強かったから、そっからなんかこう香りが好きみたいな、フェチになっちゃったっていうか。逆になんで香水に気づいたんですか？うん、特別香水が超好きだったっていうわけではないですよね。なんか飲食店でバイトをしていて、串揚げ専門店みたいなところでバイトしてる時に、帰りがいつも終電になるっていう感じで油臭い、あー、やっぱ匂いついちゃうね。そうなんです。で、そこでいい匂いしたらいいなみたいな、なんかそんな結構安易な考えで、うんうん、まあ速攻でその香水会社に応募させていただいてっていうのが始まりです。だから油臭いのはもうごめんと、今後はいい香りがする男になりたいからそうですね、まあつまり出たかったということです、ね、ちょっとやめた、今の体操。俺香水について知ってることがあんねん、一つ。香水ってクジラのゲロからできんねんで、知ってた？なんかと油って香り、なんかクジラのゲロやねん、それは。で、そのクジラのゲロを海で見つけると億万長者になれんねん。何を言うてんねん。それゲロ、アンバーグリスっていうやつですね。クジラの胃の中とかでいろいろなものが合わさって、で、なんかお尻の方からポッで出て、日の光とかあと海風、潮風とかに当たることで、うんうんうん、なんかすごい魅力的な香りになるっていうのを、なんかそれを発見した人がいて、あ、じゃあやっぱクジラのゲロじゃない、うんこか、うんこ。元々香水っていうのができた時にそれが主流やったんやと思う。今はまた変わってきたんかもしれんけど、元々はそういう感じから作り始めたもんやっていう風なことを、はい、トリビアの泉でやってたよ。トリビアかよ。だからあんまり臭くなりたくないんだ、臭くなりたくない方法とかないんですか？あ、ほんまや。程よく香るのはやっぱり、まあ、僕はウエストが一番おすすめですね。ここお腹、ここですね、うんうん、ここのサイド周り、体の中間位置、ウエストだと、うん、もう先ほどおっしゃってた下から上に上がる性質っていうので、で柔らかい股間、股間は股間、股間あ、それは多分股間に近寄ってくるときにやっぱ臭いってなっちゃうよね。ああ、そっか。だから股間さらけ出すことが多い場合はやっぱウエストはやっぱちょうどいいねや。俺、あとな、分からへんのが香水とオーデコロン、はい、オーデコロンとかオードトワレとか、そう、それの違いが分からん。4種類ぐらいありますね、大きく分けて。なんかオーデコロンと、うん、オードトワレとオードパルファム、そしてパルファムっていう4種類。これは全部香水の一味なんですか？濃度的な違いですね、基本的に。何の濃度ですか？だからクジラのうんこちゃう。やめて。軽さですね、もう簡単に言うと。もうオーデコロンっていうと水のような感じ、でもバシャバシャ使える、それこそ控えめに香らせるにはぴったりっていう感じで、そのもう一つ上のオードトワレってやつが、まあ、日中向けのお仕事シーンに使いやすい軽やかめの香りで、そのもう一つ上が結構この辺がオードトワレとオードパルファムが主流ですね、基本的に。なんかメインにつけてるやつあります？いや、聞きたい。一番よく使うの、うわすごい、なんかトランプの箱みたい。タエトニクエ、ティートニックだよ。タイタニック、タイタニック、ティートニックだよ。これがティートニック、紅茶の香りですね、紅茶系の。いいですか？はい、あ、ほんとだ、紅茶っていうか、まあ紅茶なんだけどちょっと
さっぱり系の感じですよね。そうですね。ちょっとお茶となんかライムが入ってるようななんかさっぱりとしたフレッシュな香り。おいくら万円なんですかこれは。お値段は15,000円ぐらい。だからこの量で15,000円するんだよ香水みたい。おかしいと思う。香水によってはあのそのブランドだけが育ててるバラしか使わないとか、ブルガリの香水はなんか自分のお花畑があってそれしか使わないっていうのうなんかこだわりがあるらしいですよ。なんかもうちょっとこう安いやつでなんかいいのないですか。安くてもこれだったら問題ないよみたいな。安いやつ聞きたいやん。日本で今流行ってるのがなんか J セントっていうブランドとかが流行ってますね。だいたいお値段3000円とか、ね、あそういうのよ。そんなわかるわ。ラムネとかユズとか名前がもうそのものみたいな、わかりやすいんですよね香り自体も。それこそ嗅いだ時に入浴剤だったりとか石鹸をイメージする香りっていうのが結構多いみたいな。なんか最近なんか一押しあります。見た目でいくとこれですね、うん。あ、すごい。なんかあの歯磨きするときにさ、ちょっと待って、なんで今ディスってんのお前は。やめなさい。ミステリンみたいな。知ってます。これは知ってます。これなんていう香水なんですか。モンツレール。モンクレール。モンクレール。あ、モンクレール。全然中身見えへんね、これ。これね、実はね香水業界初ですね、 LED ライトが踏襲されてて。あ、ここの部分なんやろうなと思ったら、ここ光るんですか。ここのボタンを押すと、うわっ、ほら、あー、ピロシキーズって書いてる。あ、ほんまや。なんでこれもうピロシキーズって入って販売してるんですか。はい、それどういうこと。これもうあれ、うちのチャンネルからもしかして出したやつこれ。設定ができるんですよ、これ。なんか Bluetooth とかで携帯を使って設定ができる。スマホでやるんだ。あ、そうなんですよ。ウッディ系の感じですね。ウッディって木の香りとか、あとはスパイスとかを使った香りです。だいぶ男性的な。これめっちゃいいね。なんかつけ方がよくわからへんな。なんかこうピューピューってやってこうやって、ほんでなんかこうやってつけるって言うけど、なんか物足りひんなとかと思うのよね。正しいつけ方みたいなある？ありますね。例えばスカート履いてる場合は下につけると匂いは上に上がってくるからいいって言われたりとか、そんなに臭くならない、動脈が通ってるところにつける方が温まるから香りが良くするとか。めちゃめちゃ詳しくてもう話す必要がないぐらいの。まあウエストと普通に手首あたりがおすすめなんですけど。ウエストって、はい、何、裸の時ですか。そうですね、もう肌、地肌、まあ、お風呂上がり、まあ、朝シャンの後、もう清潔な状態のところでつけるのが一番綺麗な香り。でもなんか服着たらさ、匂いなくなりそうじゃない。完全に意外と上にこう登って、こっからこの辺から出てきたりとか、あとつけるときにちょっと注意した方がいいのが、やっぱ擦らない。擦ってあかんのや。擦るとなんかそのつけたてに含まれている、まあ、柑橘系だったりとかそういう香りが擦ることに熱によって崩れちゃうっていうので、なのでつけた瞬間に擦ってしまうと最初が終わるってことなので、なんかそっからも全てが崩れていくみたいな。一番最初に香るのとミドルノートとラストノートっていうのが分かれてる。例えばつけた時に一番最初に香ってくる、まずその匂いと、時間が経ってきてそのミドル、だいたいこう時間が長くなって、どんくらい経ったらミドルなの。ミドルはやっぱ1時間とか。すぐミドルになるんや。トップがもう5分とかで、まあ、そっから30分から2時間あたりがミドルノート。おー。そっからラストはもうずっと次の日まで残ったりとか。トップ、ミドル、アンダー、ラスト、アンダー。アンダーってなんやね。スリーサイズ。なんかバニラ系が好きです。バニラ系、結構エロい感じですか。うん、もちろんそうよ。めっちゃエロいとかめっちゃセクシーとかモテモテになれるよっていうような香水ってありますか。でもね、ちょっと注意点としておく、ゲイなんですよ。なので、はい、私は別に女の子にモテる必要はなくて、はい、あの男の子というかホモがそれは難しい、どんどん寄ってくる、それは難しい。香水がええねん。わかりません。さあ、ダットダットあるんすか。香水専門ブランドになるんですけど、ディプティックっていう。ディプティック、ビッグディックみたいな名前やな。ディプティック。おしゃれおしゃれ、これ綺麗。どんな香りなんですか。ディプティックの中のドソンっていう香りがあるんですけど。ドソン、こ
これがなんかチュベローズっていうお花を使っていて、このチュベローズっていうのがめちゃくちゃ魅惑的な香りを発する白い花なんですけど、なんかそれをカップルとかで夜にチュベローズ畑に行くと危ないことが起きるみたいな素敵、うん、それぐらいの威力のある香りをベースにしているので結構ぴったりなんじゃないかな。まあ私4月20日が誕生日なので、はい、ちょっとティクティックのゾソンっていう感じ。おいでよかったどうアレちゃん今日満足？え満足っていうかもうもっともっと本当はもう何時間もちょっと喋りたい、ってやりたい。え今日はありがとうございました。本当にぜひまた一緒にコラボさせてください、ね、ぜひお願いします。またあの銭湯香水の化け物っていうチャンネルでもあの違うちょっと違うお化けあお化けの方が銭湯香水のお化けのチャンネル、はい、あの司さんのチャンネルでもね動画私たちコラボして出してますので化け物までもういいってあった化け物化け物化け物そちらの方もリンク貼っとくんでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。